街道もずんだもんなのだ。今日は投稿主が大学で忙しいということなので、代わりに僕が引くべきかどうかを解説するのだ。ちなみに投稿主は大学の図書館で編集してるのだ。それで引くべきかについては正直まだ引かなくてもいいのだ。今からその理由を話していくのだ。まずガチャについてはいつもの70連ループになっているのだ。なので220個席があれば誰でも母体を確保できるのだ。それじゃあ性能を見ていくのだ。まずはナルミヤ、金徳は結構強めで、パワーと組み合わせて二次徳が作れるのだ。ボーナステーブルも強くて、骨イベ率が160もあって経験点が出せるのだ。またスタミナ上限8を持っていて、スタミナ上限デッキに組み込みやすいのだ。次に欠点だけど、急速単連破砕喫下で使いにくいのだ。覚えている例だと、イチローかルミナかどっちかを使うってなって、結局ルミナよりイチローが使いやすくて、みんなルミナを使っていたのが印象的なのだ。あとボーナスは強いけど、今のテンプレデッキのどのキャラよりも特筆して入れ替えるべきキャラではないのだ。なので使うとすれば、スタミナ上限とコントロール上限のハイブリッドのどちらかといえば未来投資型のキャラになるのだ。投稿主は散々無課金未課金こそ未来投資型はやめとけって言ってるけど、今回も現時点で即戦力とは考えにくいので、今すぐ引くのはやめた方がいいのだ。そして倉持ちなのだ。このキャラは野手育成用で、天命ではめちゃくちゃ強そうなのだ。またサポート能力もあって、メインデッキ以外での使い道もあるので、少なくとも今すぐ天命で使える性能なのだ。でも天命自体あまり寿命は少ないので、長期にわたって使えるかはわからないのだ。総括するとどちらともめちゃくちゃ必須というわけじゃないので、とりあえず今は引かないでおいた方が安全なのだ。正直期待していた僕としては残念なところもあるのだ。でももしかしたら今後の追加キャラだったりデッキ次第では必須になることもあるかもしれないから、現時点では外れ扱いはできないのだ。なのでとりあえずその時まで様子を見るのがいいと思うのだ。ちなみにこの後ヤシの強化ルートがゴールデンウィークにあると思われるから、そこに向けて石を貯めておくというのも普通にありなのだ。ということで解説は以上なのだ。チャンネル登録、高評価よろしくなのだ。